はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はですね、ちょっと東金にね、気になるお店が何軒かできたので、ランチがてら、伺おうかなと思ってます。気になるお店って言っても別にこの56デザインじゃないんですよ。結構ね、レストランが併設されてておしゃれで、有名な YouTuber の方もね来られてるみたいですけれども、庶民派の私にはねあまり縁がないところなんで、まあそのうちね BMW でも買ったらちょっと寄ってみようかなというふうに、何の根拠もなく思っております。そうではなくて、本当にランチにちょっとね良さそうなお店がこの夏2軒ほどできたそうなんで、とりあえずいっぺん行ってみようかなというふうに考えてます。雲がね低いのでね、ちょっと天気がどうかわからないんですが、せっかく東金まで来たんだから石崎餃子で餃子を買ってね、帰りにちょっと東金の史跡なんかもねご案内できればなというふうに考えています。本当はね東金の史跡っていうか追っかけていけばかなりね数回取れるんですよ。でもねあんまりやらないのはね、一つはバイクで入れないようなところも多々あるっていうことなんですよね。バイクで入れないっていうのは、例えば道が非常に狭かったりとかですね、あるいはその舗装されてなかったりとか、舗装されててもね階段になってたりとかね、いろいろあるんですよ。その昔の街道というか流れなんで。ちなみにですね、今大河で家康やってますけれども、この東金っていうのは家康のゆかりの地でもあるんですね。ゆかりの地っていうとも晩年の話なんですが、それはね、後ほど史跡を巡るときに一緒にねご紹介したいかなと思います。さて、ここが東金市役所なんですが、この並びに新しくですね、で左手にあるのが、これが東金の税務署なんですけど、このお向かいにできてるこのなぐみ亭、あら、おやすみ、あららららら、残念。このなぐみ亭さんっていうところがランチが居酒屋さんなんですけど、ランチがすごいっていうお話だったんで、ちょっと行ってみようと思ってたんですけどね。じゃあしょうがないな。ありましたね、ネイビーカレー横須賀。これも閉まってるな。参ったな、しょうがないな。前から行きたかった昔からあるハワイアンレストランが確かこの近くにあったので、そっちに行ってみようかなと思います。この辺なんだよな。ありましたかね、これかな。昨日台風だったんですよね。でその台風の影響というか大雨で、ものすごい大雨が降ったんですけれども、それで浸水しちゃったみたいですね。でその影響なのかな、閉まってる店が多いのは。駅の反対側、山側の方は多少マシかもしれませんので、こちらにある石崎餃子さんはね空いてるの確認したので、こちらにある前から行ってみたかった文化財カフェがあるので、そちらにちょっと寄ってみようかなと思います。はい、見えてますね。よいしょ、こちらです。後ろに土蔵が、その後ろにまた飾るはい、サントスカフェさんでした。カフェですからね、そんなにボリュームがあるって言っても、まあまあカフェ飯なんであれですけど、まあ、なかなか手の込んだ、美味しいメニューではありましたね。さて、これから石崎餃子さんに向かいたいと思います。ちょっとね、天気も良くなってきましたでね。よし。よいしょ。はい、見えてきました。石崎餃子さんです。よいしょ。はい、石崎餃子さんでした。それではね、これからちょっと東金の史跡をちょっとだけね、回りたいなと思います。今から向かうのがね、八角湖っていう、まあ、小さな池なんですよね。これですね、八角湖。これもともとは家康がね、鷹狩りに来る時に、すぐそこに御殿があって、で、そこで、まあ、景観をねのために掘られた人工の池なんですよ。ちなみにここの八角亭っていう旅館だったところも今は文化財になってます。ここが、東金高校なのかな。ここもね、結構古い建物が残ってたりするんですけど、一般には公開されてないんでね、ちょっと見れないのが残念なんですが、ありますね。ここが、東金御殿跡ですね。今はね、建物が残ってないんですが、実はその東金御殿もね、建物自体は、大網のお寺に移築されて残ってます。で、ここからね、まっすぐ江戸に向けて、御成街道っていうのが伸びてたんですよね。これがその道です。現在も一部ね、拡幅されて使われてますね、普通に。で、昔ながらの漢字を残しているところは、まあ、わずかに、一部残ってるんですけど、史跡として、まあ、ほんのわずかですね。先ほどはねここで折り返したんですけれども、ちょっと行ってみましょうか。すげえ、これはまあそこまで大丈夫やったかもしれんけれど、すごいなあ。これ江戸時代に切り開いたんですよね。権現滝。まだまだ続きますね。落石の跡ですね。気分がありますな。おなり街道と八角湖。1387年に作られて、1614年のおなり街道増設の時に広がったっていう話ね。家康のお高場、要するに鷹狩りの場所として指定されたのが東金だったっていう、そういうことですね。さて上までちょっと行ったら折り返しますか。気温は低いんだろうけど、湿気が高いのと、斜面を登るっていうので暑いですね。はい、終わり。いや、暑い。はい、御成街道の一部をご覧いただきました。御成街道はね、他にもちょっといろいろとありますので、また機会があればね、ご紹介したいと思います。ちなみにね、ここを行くと、56デザインさんの前に出てくるんですよ。それではね、今日のところはこの辺でご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。